ハーミア役イコマリナさんです。よろしくお願いいたします。はい、今回ハーミアを務めさせていただきますイコマリナです。この面々の最後に話さなきゃいけないっていうのがすごく緊張していて、何を喋ればいいんだろう。皆さんすごく素敵なお話をしてくださって稽古場の様子であったり、あの役のことであったり作品のことであったり、私は何を喋ればいいんだろう。今も悩んでいますが。 あの私自身もシェイクスピアの作品をやるは初めてで日清劇場に立つのも初めてなんですけど個人的にはあの芸歴10年を迎えて11年目を歩んでいくという今年なんですけどあのやっぱり私は舞台がすごく大好きで立つのは去年ぶり久しぶりにあの立つのであの久しぶりの舞台稽古も,もうどん毎日毎日自分に とっては高い壁が毎日毎日やってきてそれを毎日超えられない状態なんですけどいつかこの高い壁を乗り越えたら自分はもっともっと成長していい俳優になれるんじゃないかなっていうそんな毎日を過ごすことが楽しくってまだまだ私は稽古場に入るのはビリビリしてこの大先輩,大先輩方のあの。 発声一つ一つが心地いいけどやっぱり稲妻のようにあの鋭くてそんなことを見ながら聞きながらあの過ごしているのも贅沢だですし自分にとっては厳しいですしあのいろんな感情が入り乱れているんですけど河チくんはじめあのカップル4人組と私は言ってるんですけどその4人組であの必死にこう支え合って頑張っていって。 本番を迎えた時に誰かの夢だったり誰かの希望になれるそんな作品になれるように自分も務めていきたいなと思います、えー、日々頑張ってまいりますので皆さんぜひ夏の夜の夢宣伝よろしくお願いしますありがとうございました 改めてこの舞台を通して一番楽しみにしていることは何でしょうかやっぱり本番中に見える景色だったり稽古中に見える景色がどういうものになるのかなっていうので、まあ、皆さん、あの初共演なんですけど絶対に今まで見たことない景色が見れるって思っているのでそれを見ることが一番の楽しみです。